愛する姉妹の皆さん、今日皆さんとご一緒できることを大変嬉しく思います。この年次中央扶助協会集会とそこで伝えられるメッセージをいつも楽しみにしています。教会の姉妹たちへのメッセージに多少付け加えられることをとても光栄に思います。モンソン大艦長から少し姉妹たちに向けて。 教会の姉妹たちに向けて話すことを依頼を受けました少し前のことですが私は妻と娘とともに美しい庭を歩いていました神が創造されたものの栄光と美しさに目を見張りましたふと美しく咲き誇る花の中にとても小さな花があることに気がつきましたその花の名前を私は知っていました子供の頃からその花に特別な思いを抱いていたからです その花の名は忘れな草ですこの小さな花が長年私にとって大切だった理由はわ一個分かりませんすぐに人目を引くこともなく大きく華やかな花の影で容易に見落とされてしまいますでも抜けるような青空と同じ色をしたこの花はどの花にも負けず美しいのです 私がその花が好きな理由はもう一つありますそれはこの花の名前の中に心から離れない訴えがあるからでしょうドイツにこんな言い伝えがあります神が全ての植物に名前を付け置いた時にまだ名付けられていない花が1つありました「主よ私を忘れないでください」と小さな声が聞こえ神はその訴えをそのまま その花のの花名前にしましまた今夜はこの小さな花を例えとして使います小さな忘れな草の5つの花びらは私が決して忘れるべきではない5つの事柄について深く考えるように促してくれます。第一に自分に忍耐することを忘れないでください。 皆さんに正しく理解していただけるようにお伝えしたいことがありますそれは皆さんや私が完全ではないことを神は十分にご存知だということですもう一つ言うと皆さんが完全だと思っている人が完全でないことも神はよくご存知です <laughs> それなのに私たちはとても多くの時間とエネルギーを使って人と自分を特に人の長所と自分の短所を比べてしまいますそのうち私たちは叶うはずのない望みを抱くようになりますそしてついに自分の努力に対して良い気持ちを感じなくなりますなぜならいくら努力しても他の人にはかなわないと感じるからです 誰にでも長所と短所があります長所があるということは素晴らしいことですそして短所があるということはこの世では避けられない経験なのです神は結局は全ての短所が長所になるように導こうとしておられますがそれには時間がかかることをご存知です神は私たちが完全になるように望んでおられます 弟子としての道を歩んでいけばいつか完全になります今完全でなくてもいいのです努力を続けてくださいでも自分に辛く当たるのはやめましょう愛する姉妹の皆さん皆さんの多くは人の欠点に対して限りない思いやりと忍耐を持っています どうか自分に対しても思いやりと忍耐を持つことを忘れないでくださいまずは家庭や家族関係勉強仕事教会への参加個人的な成長といった事柄で何か小さな成功があったらその全てに感謝してくださいこのような成功は忘れ流さのように自分にとっては小さいことのように思え 気づいてくれる人もいないかもしれませんが神はご存知で神にとっては小さなことではありません完璧なまでに美しいバラや華やかな,華やかなランだけが成功だと考えている人は人生で最も素晴らしい経験を得る機会を逃してしまうかもしれません例えば周りの人や自分自身を皆憂鬱にしながらも 絵に描いたように立派な家庭の指べを毎週開くことにこだわるとしたらそれは最高の選択ではないかもしれませんその代わりに家族で楽しめて霊的でお互いに楽しくなるためには何ができるだろうかと自問してみてくださいそんな家庭の指べならば短く地味なものであっても長い目で見れば はるかに良い結果をもたらすことでしょう完成への道のりは長いものですがその旅路のほんの小さな歩みの中に驚きや喜びを見いだすことができるものです第2に良い犠牲と愚かな犠牲は違うということを忘れないでください 望ましい犠牲とは良いものをはるかに価値あるもののために諦めることです睡眠時間を少し削って怖い夢にうなされている子どもの不安を和らげてやるのは良い犠牲ですしかし一睡もせず自分の健康を脅かしてまで娘の日曜日の服に合わせてアクセサリーを作るのはあまり良い犠牲ではないかもしれません成分の研究や レッスンの準備にある程度の時間を捧げるのは良い犠牲です。でもクラス全員に手作りの鍋つかみを作ろうとして何時間もかけてレッスンのタイトルを刺繍するのは良い犠牲とは言えないかもしれません。一人一人人の状況はは異ななってていいます。同じこととをしてもある場合には良い犠牲となり 別の場合には愚かなな犠牲となり得ますどうすればその違いを自分で判断することができるでしょうか自分は一番大切なことに時間とエネルギーを使っているだろうかと自問してみてください。良いことはたくさんありますが全てを実行することはできません。永遠の観点の中で天の御父ははるかに良いもののために良いものを犠牲にすることを喜ばれます。時にこれは 豪華な花々の大庭園ではなく小さいながらも美しく咲く忘れな草を育てることを意味するかもしれません。第三に今幸せででいいいることを忘れないでくださいチョコレート工場の秘密という人気の高い童話ではチョコレート工場の奇妙な工場長ウィリー・ウォンカが 5つのチョコレートに金色のチケットを入れ、それを引き当てた人にはチョコレート工場の見学に加え、一生分のチョコレートをプレゼントすると発表します。金色のチケットにはこんな言葉が書かれています。この金色のチケットを手にした幸運なあなたには素晴らしいことが待っています。 とてつもない驚きと感激が待っています不思議なありえないことが起こりますあなたは計り知れない魅力と喜びと興味と驚きを感じ戸惑うでしょうこの有名な物語では世界中の人が金色のチケットを必死で求めます自分の未来の幸せは全て金色のチケットが手に入るかどうかにかかっていると感じてしまう人もいます 人々は不安に駆られかつてチョコレートを食べて味わった単純な喜びを忘れ始めます金色のチケットが入っていないとチョコレートが失望以外の何物でもなくなってしまうのです今日非常に多くの人々が自分のための金色のチケットを求めています。 常に夢見てていたた幸せをもたらしてくれるチケットですある人にとって金色のチケットは火の打ちどころのない結婚であり別の人にとっては雑誌の表紙を飾るような家でありさらに別の人にとってはストレスや心配からの解放かもしれません。 義にかなった望みを持つことは決して悪いことではありません私たちは得高いこと好ましいことあるいは誉れあることや賞賛に値することを望み求めています問題なのは金色のチケットのような何かが起こるのを待つうちに今の幸せを逃してしまうことです義にかなった真剣者と神殿で結婚して母となり妻となることを何よりも願っている女性がいました そうなることを子どもの頃からずっと夢見てきました自分はどんなに素晴らしい母親愛くるしい妻になるだろうか彼女の夢の家庭には愛と優しさが満ちていますとげとげしい言葉など決して聞くことはありません料理をこかすこともありません子どもたちは友達とブラブラ過ごすことよりもむしろ夜も週末もパパとママと一緒に過ごすことの方が好きなのですそれがこの女性の金色のチケットでした 彼女にとって自分の存在自体がそれにかかっていましたそれこそが世界中の何よりも欲しくて欲しくてたまらないものだったのですしかしそれは実現しませんでしたそして時が経つにつれてこの女性は内にこもるようになり意地悪で怒りっぽくなっていきましたこの義にかなった願いをなぜ神が叶えてくださらないのか理解,理解できませんでした この女性は小学校の教師をしていました。一日中子どもたちと一緒にいると銀色のチケットが現れないことをまざまざと思い知らされるものでした。さらに年月が経つとますます落胆し、引きこもるようになりました。人は彼女に近寄らなくなり、できるだけ避けようとしています。鬱憤を晴らすために学校で子どもたちに当たることもありました。怒りっぽくなり、ヒステリーを起こしたかと思うとたまらなく寂しくなるのです。 こんなこことを繰り返ししていましたこの話で残念などは金色のチケットが手に入らないことを嘆くあまり目の前ににある祝福に気づかなかなったことです自分の家に子供はいませんでしたが教室では子供に囲まれていました自分の家族を持つことはできませんでしたが主はごく少数の人にしか許されない機会を彼女に与えておられました。 教師とととして多くの子供とそのの子そ家族の人生に良いい影響を与えるという機会ですここから学び取れる教訓は途方もなく美しいバラを待ちわびて日々を送っているとそばに咲いている美しい素晴らしい小さな忘れなぐさを見落としてしまうということです。 希望を捨てなさい、目標を低くしなさいと言っているのではありません。自己ベストに到達する努力をやめないでください。あらゆる義にかなった心の望みを捨ててはなりません。しかし、日々の何気ない瞬間に訪れる小さな感動に対して目をつぶったり心を閉ざしたりしないでください。この感動が 豊かで充実した人生を作るのです私の知る限り最も幸福な人は金色のチケットを見つける人ではありませんふさわしい目標を持ちながら目指しながらも一瞬一瞬に価値と魅力を見出しそれを大切にする人です感謝と感動の糸を日々一本ずつ織り続け人生のタペストリーを織り上げている人ですこのような人が本当に幸せな人なのです 第4に、福音のななぜを忘れないい。でください日々同じことを繰り返していると美しく繊細な忘れなぐさを見落とすようにイエス・キリストの福音の非常に大切な側面をうっかり見落としてしまうことがあります。 教会員としての義務と責任を全て果たそうと懸命に努力していると福音がすでに不可能なほどたくさんある仕事にさらに追加しなければならない仕事忙しいスケジュールをどうにかこじ開けて作らなければならない時間に見えてしまうことがあります。主が自分に何をどのように行うよう望んでおられるのかということばかり考え なぜそれをするのかを忘れてしまうことがあるのです愛する姉妹の皆さんイエス・キリストの福音は義務ではありません愛にあふれる御父が道しるべをつけてくださった道なのですこの道を歩めばこの世では幸福と平安来るべき世では栄光と言葉に尽くせないほどの充足感が得られます 福音はこの「世をを貫く光光でであり進むべき道を照らすすなのの福音の何」と「どのように」を理解することは必要ですが福音が持つ永遠の炎と草原さ荘厳さは福音の中の「なぜ」からもたらされます。天の御父が私たちにこのような生活様式をお与えになったのはなぜかを理解し自分がそれをもとに 生きることにしたのはなぜかを思い起こすならば福音は負担ではなく喜びとなり楽しみとなります大切で尊いものになるのです目の前の仕事と義務のことだけを考えるあまり 弟子としての道をうなだれて歩くことのないようにしましょう周囲にあって美しく栄光に満ちたこの世の風景と霊的な風景に目を止めずに歩くことのないようにしようではありませんか愛する姉妹の皆さんイエス・キリストの福音のなぜの中に荘厳さと美しさ身を震わすような喜びを求めるようにお勧めします 何に対してどのように従順になるべきかという知識は道を示し正しい道を歩かせてくれますしかしなぜ従順になるべきかという知識は行いを神聖にしありふれた日常を荘厳なものに変えてくれます小さな従順を神聖な封建に変えてくれるのです第5に 主があなたを愛しておられることを忘れないでください子供の頃忘れなさの小さな花を見ていると自分が小さくて取るに足りない忘れ流さのように思えてくることがありました自分は家族や天の御父から忘れられてしまうのではないかと思ったのです時が経ちそんな少年の頃の自分を懐かしく思い出すことができます でも今は分かります。私が忘れられたことは一度もありませんでした。またもう一つの分かることがあります。そして、主イエス・キリストの使徒として心から確かな確信を持って宣言します。皆さんも一度も忘れられたことはありません。あなたは忘れられていません。 芝居の皆さんどこにいらっしゃろうとどのような状況の中にあろうとあなたは忘れられていないのですどんなに暗い人生に思えようと人生がどれほど取るに足りない自分がどれほど取るに足りない人間に思えようと自分のことをどんなに影の薄い存在だと考えようと 天の御父はあなたを忘れてはおられません。御父はあなたを限りなく愛しておられます。考えてみてください。宇宙の中で最も偉大で力と栄光に満ちたお方があなたをご存知で覚えておられるのです。無限の空間と永遠の時を収める王からあなたは愛されているのです。 諸々の星を作りそれらをご存知のお方が皆さんと皆さんの名前を知っておられるのです皆さんは王国の娘です詩篇にはこうあります私はあなたの指の技を技のなる天を見あなたが設けられた月と星とを見て思います人は何者なのでこれを見心に留められるのですかただ少しく人を神よりも低く作って 栄とれれをこむられこむらせられました神があなたを愛しておられるのは姉妹の皆さんあなたが神の子供だからですあなたが時々孤独を感じても間違ったことをしても神はあなたを愛しておられます神の愛と回復された福音の力は私たちをあがない救います 神の神聖な愛が生活に入り込むだけでどんな傷も手当てがなされどんな痛みも癒されどんな悲しみも和らげられます愛する婦女教会の姉妹の皆さん皆さんは自分で思っている以上に天に近いところにいます自分では考えられないような行く末があなたを待っています引き続き信仰と個人の義を個人の義を増し加えてください 回復されたイエス・キルストの福音をあなたの生活様式に受け入れてください。この偉大な教会に活発であるという賜物を大切にしてください。扶助教会という祝福,祝福された組織で奉仕するという賜物を大切にしてください。家庭と家族を引き続き堅固に保ってください。皆さんの助けと主の助けを必要としている人を探し出し助けてください。 姉妹の皆さん忘れなさの小さな花には何か人を啓発する崇高なものがありますこの花が皆さんの人生を喜びと楽しみで満たしてくれる小さな事柄の象徴となるよう願っています自分に対して忍耐と思いやりを持つことより良い犠牲とそうでない犠牲があること幸せになるために金色のチケットを が手に入るのを待つ必要はないことを決して忘れないでくださいイエス・キリストの福音のなぜがあなたを啓発し高めてくれることを決して忘れないでくださいそして天の御父があなたをご存知で愛し慈しんでおられることを決して忘れないでください素晴らしい皆さんに感謝しています非常に多くの人のために数え切れないほどの愛と奉仕の行いをしてくださってありがとうございます 福音の喜びを家族や教会社会そして世界の国々にもたらすために皆さんがこれから行ってくださることに感謝しています姉妹の皆さん皆さんを愛しています皆さんが本当に神の王国の尊い娘であることを決して忘れないように私は祈り祝福します 愛する救い主イエス・キリストの聖なる皆により「アーメン